はい、どうも皆さん、こんにちは。こんにちは。双子チャンネルです。です。This must be。双子チャンネル。あのね、最近、まあ、翼なんですけど、あの、黒板が見えないっていうことがありまして。なるほど。で、眼科にちゃんとお医者さんのところに見に行ったら、視力がやっぱもう低下してると。これはもうメガネですねっていうことで、メガネを買いに行くことにしました。よっ、みんな、俺もそうなんですけど、お母さんもそうなんですけど、メガネしたことなくて今まで、うん、どういうメガネがいいのかさっぱりわからないから、yes. メガネ屋さんにいろいろ聞いてきたんですよね。で、うん、メガネっていろんな種類があって、うん、なんか近視とか遠視とか、うん、乱視とか、うん、なんかいろんなその目のなんて見え方いろいろあるんだね。で、翼は遠視と乱視両方入ってんだって。この可愛いお目目にもらった処方箋を持ってメガネ屋さんに行ってちょうだいって言ってきたので、それが出来上がったから今日それに取りに行くんだけども、なんとお父さんを調べたらお父さんの近視の度数がすごすぎて、店員の人もお父さんこれは今すぐメガネですよだって。わーお、通りで最近なんかみんなの顔が見づらいと思ったわよ。本当？だからお父さんのメガネ作りました。お父さんのものも出来上がったということなので、それを今から取りに行ってきます。イエイイエイ、レッツゴー、行きたいと思います。じゃあレッツゴーゴー。気に入ったの？ついにパパと翼はメガネになりました。自分のメガネ姿になったら変なこと。翼さん、どう？よく見える？よく見える？見える。うん、よかったね。この部分のこう抱えを曲げて強めにしてきましたので、はい、耳の後ろの部分をですね、もう一度拝見させてください。ここの部分は先ほど少し浮いてたのをこうぐっとこう内側に。ああ、いいですね。こちらの方が、下げた時とかに下がってきにくくなる。何笑ってんの？何笑ってんの？たち似合わなすぎ。見慣れてないからね。見慣れてないからですね。あとは、こちらのケースと、これはこのリッキーズのトートバッグですね。はい、設定しておりましたので、うん、こちらの方は青のケースにですね、変えますね。水色だって。水です、水です、ね。この方がいいよ、つばみ。ダメダメ、水色をさ、おしゃれしないとね。なんか女の子みたいで。うん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ちょっと失礼します。パパ、はい、こっち見て、今運転中。すごい見える、すごい見える、何これ、世界が違うんだけど。そりゃそうだよ。ベネ4、ベネ4、すごい見えすぎて頭痛くなってる。はい、翼くん、はい、何でしょう、どうですか、景色変わりましたか？うん、全然違う、全然違う、よかったね。じゃじゃじゃーん、じゃんじゃじゃーん、買ってきました、買ってきました、もらいました、もらいました。僕水色。あいさちゃんは目がいいってことで、あいさちゃんのありません、ありません、目が大きいからですからね。僕も大きいはずなんだけどな。俺も大きいけどね。はいはい、翼くんのから見せてよ。いいよ、うん、翼くんの見て、水色のメガネケース。はい、まあ、黒にしろって言われたんだけど嫌だって言いました、はい、これはね、買うと無料でもらえるケースね。イエーイ、はい、いきますよ。ポッカーン
メガネ。メガネにはメガネで。はい、親父ギャグ。はい。はい。こちら私のメガネ。うん。黒っぽいけど、黒っぽいけど青っぽい。ネイビーブルーっていうの？ネイビーブルー。ネイビーブルーの T シャツ？はい。はい。これをかけます。あらららら、ら世界変わったわ。翼くんはもうラガン 0.1 とかでしたから。はい。はい、かけるともう世界が変わるレベルです。はい。世界変わりますよね。はい、ママがいつにも増して美人になりましたわ。わーお。ママが美人に見えるそうです。はい。待って、それもともとこのメガネは悪いんじゃないでしょうか。メガネを取るとメガネ。はい、どうもありがとうございました。はい、次。ここはなんでこれを選んだの？じゃ、色？色？黒は嫌だった。自分のお気に入りの部分は？青です。青、ママが決めてくれたからわからないです。でも最終的には自分で決めたでしょ、うん、黒の方に。それはでしたから。でもね、それね、これも遠くから見たら黒なんだよ。でもよく見ると綺麗なネイビーの色なんだよね。結構こう深い色なんだよね。はい、はい、どうぞ、パパさん、どうぞ。はい、私はこれ、ディッキーズ。デッキーズ、うん、筆箱じゃないよ。はい、私のはこういうのです、はい、おお、黒縁、黒縁メガネに黄色いラインが入って見えますかね、こんな感じ。おお、あ、どうした、指紋ついてるもん。おい、早いぞ。早い。触ったな。ちょっと待って、俺は。うん。パパの。あ、俺もついてた。すごい。動画。動画すごい。動画すごい。動画すごいのかな。動画すごい。はい、かけてみてください。いきますよ。あだー。すいません、柳沢慎吾さん、すいませんでした。まね、パクリ。はい。あー、どうですか、これ似合うんだよね。下手、俺に言わせろ。どうですか、世界は変わりましたか。世界変わりましたね、うん、あ、俺はね、近視なんだって。すごい近視で、うん、遠くが見えづらいんだけど、うん、これつけるとすごい。あ、ごめんなさい。あたーいちいちやる、いちいちやる、やめっか。どうしてもやる。これつけるとすごい遠くまで本当に見えるの、うん、いや、でもまだメガネに慣れてないから、メガネつけても 0.7、 メガネなしだと 0.4 なんだって。でもこれをつけると 0.7、 1にはいかないんだけど、まあそれでも倍まではいかないけど、まあほぼ倍の視力になるかな。見えるぞ今俺が喋ってるのな。俺が今いいこと言おうって言うんです。見える、本当に。よかったね。よかったね。翼の、ね、だから要は、翼のメガネを買いに行ったら、パパの方が目が悪くて、パパも一緒にメガネを作る羽目になり、はい、そういうことになります。はい。え、俺とパパだとパパの方が悪いの？俺のが悪かった。一気に2個買うことになってしまいました。俺の方が牛乳瓶の底みたいみたい。うん、パパの方が度が強いよね。できて、あー落ち着く、整った。あー落ち着く、整った。はい、ということで、そういうことで報告の動画です、うん、2人でメガネになりましたという、はい、もしという報告でした。はい、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価と、コメントと SNS のフォローよろしくお願いします。じゃあね、バイ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 。